こんにちは、トガラシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。2019年3月20日月曜日でございます。これジャイアンツ、サンフランシスコジャイアンツのユニフォームを着て東京ドームにやってまいりました。今日はですね、こちら MLB って書いてありますけども、 MLB メジャーリーグの開幕戦があさって東京ドームで行います。それの、プレイゲームということで、東京読売巨人軍対シアトルマリナーズの試合があります。それなんで、その試合を見てみます。メジャーリーグとシアトルマリナーズ、イチロー選手がいるメジャーリーグの、まあ、人気球団というか、まあ、日本人の中では人気球団、そして東京の読売巨人軍が試合をするということです。さあ早速ビール飲んでいきましょう。菊池雄星、いろいろ人気選手がいます。イチローもいるんじゃないかな。あ、やっぱりイチローとかはね、でも行列になってますね。ちょっと写真を撮れそうな感じはありません。今日はですね、22番ゲート、ちょっと正面ゲートではありませんので、ちょっと離れて他のところに行きます。それでは球場内入っていきたいと思います。今回の席はこちらでございます。今回は三塁側の席を取りました。今回はイチロー選手を見に来ておりまして、イチロー選手左バッターですので、こちらからだと見やすいなと思って取りました。今日の席は32列の301という席なので通路側なんです。それなんでトイレを気にせず飲むことができます。試合前練習にイチロー選手が出ていることを期待して、この日は会場と同時に球場内に入りました。イチロー選手の走っている姿を見ることができまして、来た甲斐あったなといった感じでございます。再びゲージに入りまして、バッティング練習でございます。日本でなのか、いつもそうなのか分かりませんが、もうボンボンとホームラン級のボールを打っておりました。すごいな。何をしていても絵になるといった感じでした。試合前練習のバッティング練習の期間だけは一部の席を除いて自由に見ることができるんです。そんなんでいろいろな場所から見てみたという感じでございます。でもね、内野すぎると人が多かったのと、ネットが邪魔になっちゃうかなと思ったんで、ちょっと外野寄りのところからクリアな状態で映したいなと思って外野のところから見ていたといった感じでございます。去年までジャイアンツの監督だった高橋由伸さんの姿もありました。今年からは解説者とか評論家ということで、全球団のキャンプ巡りなどもしてたそうです。そしてイチロー選手とも話している姿を映すことができました。イチロー選手の試合前練習は終わったようでございます。この後下がっていくんですが、それでもいろんなマスコミの方とかがいて、こんな感じですごい人気があるような感じで下がっていっております。元オリックスとシアトルマリナーズのピッチャー長谷川茂俊さんの姿もありました。メジャーリーグの球場だとブルペンを一般のファンも見ることができる球場が多くなっておりますので、昔西武フィールドで長谷川さんを見たときはすごいでかいなという印象を今でも覚えております。グラウンドに水をまいているのもメジャーリーグ関係者の方のようでございます。今年のギノザ、阪神ギノザキャンプにですね、阪神園芸の方が来てグラウンド整備してたのと同じような感じでしょうか。そして試合開始が近くなってまいりまして、ジャイアンツの応援席にも旗が振られております。やっぱり日本の応援というのはこういうね、旗が振られていたり楽器を使った応援、これがうるさいって方もいるのかもしれないけど、やっぱそれが私はいいところだと思いますので、こういう風に応援があると盛り上がっていいんじゃないかなと思います。
そして試合近くなってくるとこちらの方も出てまいりました。シアトルマリナーズの何でしたっけ、マスコットキャラクターでございます。ファンサービスをしっかりしております。写真を撮ったりサインをしてたりしておりました。でこちらサトちゃんとサトコちゃんも出ておりました。これはあの一郎選手の個人スポンサーなのか何なのかよく分かりませんが、あのユンケル、佐藤製薬のユンケルのマスコットキャラクターです。私は高校時代とにかくユンケルを飲みまくって部活を頑張ってた記憶を思い出しました。サプリメントよりもユンケルがいいと本気で信じた時代でございます。そしてジャベット君も出てきたわけでございますが、この日のジャベット君は人気がいまいちというわけではないんですが、一番人気を取られて何か元気がないような感じでした。さあファンサービスは続いているわけでございます。日頃こういった表情をしない東京ドームの警備も珍しくいい笑顔になっております。試合開始が近づいてまいりまして、ジャイアンツの選手がベンチに出てまいりました。シアトルマリナーズの選手が試合前セレモニーに出てきました。出ていきますが、グータッチやハイタッチをして出ていきますが、この中には今年からメジャーリーガー菊池雄星投手も映っておりました。続いて
アメリカ合衆国国歌演奏。斉唱が終わりまして、守備につきます一郎選手が最後の試合前にウォーミングアップをしております。こうしてグラウンドを出た時、また本気でダッシュをしているようなこの姿に東京ドーム中から拍手が沸き起こっておりました。あと始球式でメンディーさん出てきたんですが、この通路側のいいところというか悪いところかというのがありまして、通路側ですと人がよく通りますので、この後投げる瞬間は振り子さんが映ってしまいまして、投げる瞬間を取ることはできなかったということになります。この試合も電光掲示板はアルファベット英語で記載されておりました。試合開始でございます。プレーボールの1球目は動画に撮っておきましょう。さあ、シアトルの攻撃終わりまして、守備につきます一郎選手が走っていきます。ジャイアンツファンからもすごい声援でした。1回裏の攻撃、ある選手のバッターボックスです。さあ、このあと2回表の攻撃、9番ですので、ツーアウトから一郎選手がこのネクストバッターサークルに立ったということでございます。前のバッターがフライに終わってしまいまして、この回でのバッティングはありませんでした。そして次の回終わって2回、3回表の攻撃が起こる。一郎選手がバッターボックスに立ちます。Get your money with your hair. Executive branch blowing smoke like a player. Yeah.
番で見たかったのでちょっとあんまり映ってないんですが、これ一郎選手は結果この回はファーストゴロで終わってしまったということでございます。ちょっとね、動画を撮ることに集中するよりも自分の目で見たかったんで最後のところが映っておりませんが、まあ、その辺はお手柔らかに見ていただければなと思います。ジャイアンツこの回2点目の点数が入りましたということで、この後は点数が入った時の応援歌ビバジャイアンツでございます。相変わらず今年も音痴で大変恐縮ではございますが、ビバジャイアンツ歌っていきたいと思います。ビバジャイアンツ美しい男たちよ、ビバジャイアンツ輝かしい男たちよ、光る大地に駆け抜けろ。どうもすいませんでした。守備を終わった一郎選手がベンチに戻ってくるわけでございますが、この試合は最後まで一郎選手が試合に出ることはないだろうなと思っておりましたので、まあ、2打席か見れて3打席かなと思っていたので、こういうふうに走っているところなどいっぱい撮っております。ただですね、この後のバッティングの部分などは私も肉眼で見たかったので動画は撮っておりません。でも最後7回の表も先頭バッターで一郎選手出そうだったのでそこは撮っております。ただこれ7回表の攻撃前なのでマスコットキャラクターとかが出てきてまして、こうしてファンサービスを挟むということでしょうか。盛り上がっております。さあ、これが一郎選手この日最後の打席になるだろうと思われた打席です。先頭バッター一郎だったんですけども、打てませんでした。それでですね、この後7回の裏の攻撃が、ジャイアンツの攻撃がありますので、そこで、ジャイアンツの応援歌が歌われると思いますので、ジャイアンツサイドに移動したいと思います。この日は一郎見に来てはおるんですが、この後はいつもの唐辛子 TV 野球観戦モードに入らせていただきたいと思います。ライトスタンドに行きまして、ジャイアンツのユニフォームを7回の裏攻撃前のジャイアンツラッキーセブンの攻撃に投稿込めてでございます。こちらも音痴で大変恐縮ではございますが、今年も見ていただければと思います。投稿コメント終わりました。再び自分の席に戻ってまた応援したいと思います。やはり最後の打席7回の表の攻撃で一郎選手は下がりまして、他の選手が出てきたということになりました。
下がらなければ一瞬だけでもライトスタンド立ち見自由席から一郎選手が見えたらいいなと思ったんですが、そうはいきませんでした。ジャイアンツライトスタンドの盛り上がる応援も見ていただきましょう。メジャーリーグのように静かの中乾くボールの音が聞こえるのもいいんですが、やっぱりここ東京ドームではこのジャイアンツの応援、これが楽しみなところです。この後試合のシーンは映っておりませんが、試合終了でございます。一郎選手は間違いなく一番最初に出てくるだろうなというのを予想しておりまして、その通り出てまいりました。元木コーチと握手をしてこのシーンでございます。そして一番最初にこの輪の中に入っていく一郎選手、やっぱりこのシーンはいいんじゃないかなと思います。というのもですね、私一郎選手が去年出なくなって一番最初の試合をシアトルのセーフコフィードで見てて、まさか出てこないだろうなと思ってきた時にですね、一番最初に出てきたんです。ということで今回も一郎選手は一番最初に出てくるだろうなと思ってしっかりと準備しておりました。今回は本当に一郎選手のことをたくさん見ることができてものすごく嬉しかったです。日本でですね、誕生日を迎えて、それもホームランでお祝いできた、最高です。ホームラン、はい、どうぞ。はい、ということで行ってまいりました。シアトルマリナーズ対東京読売巨人軍の試合を見てまいりました。いや面白かったです。昨日もですね、行ったんですね。昨日はアスレチックス対北海道日本ハムファイターズの試合だったんですけども、まあ、両方ともプレシーズンマッチということで、あさってからメジャーリーグが開幕しますんで、日本で開幕しますんで、その前哨戦というか、なんだよね、調整ゲームみたいなもんだったんだけど、昨日はね、なんかちょっとこんな感じなのかなと思ったんだけど、今日はやっぱり面白かった。それはね、やっぱり巨人の本拠地東京ドームで巨人戦だったっていうのと、あとシアトルマリナーズの一郎選手がすごいこうタレント的な感じがすごくて、その感じがすごくてね、やっぱりこれはすごいなというような試合でした。もう一郎選手がボールを取るだけで超盛り上がってたりとか、あとタッチアップはどう考えても無理だったんだけど、セカンドにランナーがいてのライトフライとかがあって、それがね、ボールが三塁に思いっきりストレートのボールが行った時はね、超盛り上がってたりとかっていう感じでした。まあバッティングはね、やっぱりあんまりちょっとあんまり調子良くないのかなって感じは、調子良くないのかなっていうか、バッティングに関してはあんまりこう明らかに数字として活躍する状況はなかったんですけども、それでもね、すごい楽しいような感じで、プレシーズンゲームって何なのかなと昨日は思ったんだけど、でも今日はね、本当楽しかったです。面白かった。これはね、メジャーリーグの試合を見えてよかったって感じ。本当メジャーリーグの能力的な凄さと、あと一郎選手のこの人気度合い、それを見えて楽しかったです。ということで今回東京ドームに来れてよかったかなって感じです。2018年もね、最後東京ドームで、なんだっけな、あれ、なんだっけな、日米野球見に行ったんだけど、今回は2019年の東京ドームは最初はメジャーリーグ対日本のプロ野球チームということでした。ということでね、これで終わりたいと思いますが、今年も野球動画何回か見に行きたいと思ってますんで、今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。グッドポーズ。マリンズのユニフォームを着て、すみません。